こんにちは、YouTube この松原です。今日は1日15時間楽に勉強する勉強法9選というテーマでお話していこうと思ってます。受験生の皆さん、勉強は順調ですか？もう、ね、無理だとかね、やる気が出ないとか、夏休みに勉強時間増える予定だったんだけどもみたいな声が聞こえてきそうです。今日はですね、1日15時間比較的楽に勉強を続けていく9つの勉強法、コツをねお話していこうかなと思ってます。でこれを知れば今からでもね、1日最低でも12時間以上、最高で15時間集中して勉強できる方法というのが手に入りますので、ぜひねこの動画最後までご覧になってください。今回ね9つの方法をまとめました。この9つの勉強法を実践した理想的な1日の過ごし方、時間割というのを後半に示しますので、そちらもぜひねチェックしていただきたいと思います。勉強法1、スモールステップ法、実現可能な目標を細かく決めるということです。具体的な方法は後で教えますが、1週間で1000個覚えるとか、英文解釈を1週間で70台やる、つまり1日計算だと10台やるってことですね。例えば数学も1週間で120台やる、これ1日で換算すると20台ですよね。具体的に細かな目標を掲げて、そしてこれをクリアしていくってことを毎日続けると、やる気ってどん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 膨らんでいくんですね。この基準の持ち方っていうのは、あなたが最初決めていいです。自分にとってこれぐらいできたらなんか自分褒められそうだなっていう基準を持って、それを毎日クリアしていく、これだけでもねかなりやる気が上がってきます。ただその基準を上げてほしいので、これから勉強法をぜひチェックしてほしいと思ってますが、まずはあなたにとって達成可能で、かつこれを毎日クリアできたら自分を褒められるという基準をまずね設定してやっていきましょう。勉強法に、タイムアタック法、ダラダラやるんじゃなくて時間を決めてやろうということですね。タイムアタックっていうのは、例えばマリオカートでいかに早く1周終わるかということを測ることなんですが、これ時間を測るってことなんですね。英単語1秒でやるとするならば、10分で600秒ですから600個こなせるわけですけども、10分で600個こなすんだって基準を決めて、こういうねストップウォッチを測って実際にねやっていくってことが非常に大事です。でこれもね、最初からかなり難しい基準を設けるんじゃなくて、10分間で600個難しいんであれば、10分間でまず300個とか150個とか、そういう基準でまずやって、どん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 早くしていくってことが大事ですし、まあ、数学においてもこれ使えますね。1台あたり5分で解いてた問題を2分で解けるようにして、最後には1台数秒で解くぐらいのレベルに仕上げていくってことが大事です。まあ、数秒解くっていう時は書く時間ないので、あくまでも口頭でまずこれをやって、次これをやって、これをやって、こうやってこう答えていくっていう、このプロセスを数秒答えていけるところまでやっていければ、数学っていうのは1台数秒でも解けるようになっていくわけですから、まあ、そういうふうな基準でやっていくということが大事です。勉強法3、ホモドーロテクニック。友人のプロレスアカデミアの吉村社長がねショート動画で紹介された勉強法、これ非常に僕もいいなと思って紹介したいと思うんですが、これは25分勉強して5分休憩するという方法で、集中力って人間って数十分しか持たないので、ガッとやってですね、疲れたらちょっと休憩する、でこれをまずやっていくことで、無限にですね勉強時間を増やしていけれます。だって25分やって5分やる、これをただね何も考えず繰り返しやっていくだけですから、すごく進んでいきますし、これやってみるとね本当に効果的だなというふうに感じてもらえると思います。これがまずねしっかりできるようになるってことが大事です。次に勉強法を読んで、これね僕の動画でもよく紹介しますが、タイムスロットマネジメント、これはもうちょっとね時間伸ばして90分しっかりやって、まあ15分ぐらいでもいいと思うんですけど、最大25分ぐらいまで休憩を取るっていう方法ですね。これでワンセットを捉えてやっていくと、まあ要は試験時間って大体90分ぐらいが多いですから、その90分にある程度こう集中とか続く状態で自分を作っていくっていう訓練ができますし、これをやっていくとどんどんね勉強時間って増えていくんですね。勉強時間っていうのは勉強時間だけのことを考えるんじゃなくて、休憩時間とセットでやっていくっていう、考えていくってことが非常に大事なので、ここは要チェックですね。でこれも慣れてくれば1回あたり2時間3時間っていうふうに続ける時が可能な時もあります。特に午前中なんかねエネルギーがあると思うので意外と続きやすいし、午後からね元気が出る人は午後に2時間3時間連続で続けられるので、ぜひね続けてほしいと思うし、もう疲れたら休憩する、これをねぜひやってほしい。で休憩は長い時間はダメですね。短い時間の休憩っていうのがポイントですね。例えば長いっていうのは30分以上とかね休憩取っちゃうと、もうちょっとねだらけてしまうので、そこは要注意ですね。勉強法5、寸止め勉強法。寸止めって分かりますか？時間これ下ネタ入るので、もしね寸止め気になる人はググってほしいんですけど、要はね直前でいいところで終えるってことなんです。例えば1章丸々やるんじゃなくて、あと 2,3 ページで1章が終わるっていうところであえて止めるんですね。そうすると、まあ、そこで止めて休憩入って、もう一回休憩終わった後にやろうとするときに、一番美味しいところからやれるなみたいな感じでね、やる気が上がるんですね。中途半端に終えるっていうのは
非常に有効な方法で、これ意識的にやってほしいです。勉強してるとあと1ページあと数問でこの一章終わるぜ、終わらせたいって思う気持ちはわかるけども、そこで終わらせてしまうとそこで気持ちが切れちゃうので、休憩してもう一回勉強やろうという時に、ね、なかなかね再開しにくいっていうデメリットがあるんでね、この寸止め勉強法ぜひ、ね、実践してほしいと思います。完全に脳を休める休憩法、休憩っていうのはスマホをチェックしたりとか漫画を読んだりとかテレビを見たり YouTube 見たり、そういうのを休憩だと思っている人はいると思うんですけど、僕はこれ息抜きだと思ってます。息抜きも必要だと思ってはいますが、休憩ではない。で、休憩って何かというと目を閉じること、つまり脳を休めることが休憩なんです。休憩といったら仮眠だったり、目を閉じてシャワーを浴びたり、目を閉じて音楽を聴いたり、とにかく、ね、目を休めて脳を休める、これを休憩だと認識してほしい。それ以外は全部息抜きなんです。で、息抜きは脳を使ってるから結局ね脳が休まらないんですね。これね本当に重要なポイントです。脳をしっかり目を閉じて休めたらまたね長い時間の集中力ってまた生まれてきますから、目を閉じてることが休憩だと今日から知ってください。で、勉強法7、コンカレントワーキング、これ何かっていうと、一つのことだけをやるんじゃなくて同時並行でやる方が効率が上がってどんどん勉強のページが進みますよっていうことなんです。で、これは僕がね三菱 UFJ 銀行のシステムエンジニアの時に先輩から教えてもらった方法で、非常にね有効な方法です。英語だけやるよりかは、英語と例えば日本史国語もやるとか、理系だったら英語と数学と理科をやるとかね、一日の中で同時並行でやっていくってことを意識してやってほしいです。英語だけやるとしてもね、例えば英単語だけやるんじゃなくて英文解釈もやって、そしてリスニングもやるっていうふうな、この分野横断的にやっていけば、同じ、ね、英語の科目でも複数のことをやってることになりますから、英語今今年の夏伸ばしたいという人はこういう方法でやっていくといいと思います。実際に一つのことだけに集中した場合に、例えば1時間で10ページしか進まなかったものが3つの教科を同時に進めてやっていたときに、1時間で15ページぐらいね、つまり 1.5 倍ぐらいペースが上がったっていう、僕の予備校のね過去の実験もありますので、ぜひねこれやってみてほしいと思います。勉強法8、1週間6日法。これ何かっていうと、1週間7日間じゃなくて6日で考えるんですね。この夏の時期に1週間だけ1日休んでいいのかっていう疑問があるかもしれませんが、この1日休むことで他の6日間の効率がめちゃくちゃ上がるんですね。人間っていうのは走り続けることは大事なんだけども、時に休憩して自分自身を休ませることで他の日のモチベーションを上げていくことが可能です。しかも勉強っていうのは肉体労働ではなくて頭脳労働なので、特にね体と脳ってつながってますから、この体も心も休めないと日々のね集中力というのは生まれにくいですから、ここはもう割り切って6日間で1週間考えるといいと思いますし、1週間でこんだけやった、だから休めるんだっていう風な循環を作れるとよりいいですね。で、最後勉強法9、これちょっと難しいんですが、受験戦略の最適化っていうのをねやってほしいんですね。最初の勉強法1、細かな目標を決めようというところも関係するんだけども、まずねこの夏の時期に何をやるかっていう大枠を決めていくってことが大前提、大事ですね。文系であれば英語長文だけとか現代文だけっていうのもあるんだと思います。まあ配点が高いし、でまた科目としては伸びにくいわけですから、伸びにくいものを今の時期に仕上げておかないと、後半のね受験の直前に今更って英語長文ができないとか現代文が解けないとなると、まあ、なかなかね合格が難しくなってきますし、理系の方はもちろんそれ数学が加わってきますし、理科もね一つやった方がいいと思います。この大枠を決めるときには、もちろん試験の配点が高い科目かつ伸びにくい英語長文とかリスニング現代文数学といったいわゆる主要教科をまずねしっかりやっていく。私立文系で歴史を選んでる人は歴史もかなりボリュームが、ね、ありますから、この時期からやっていくべきでしょうし、理系の方であれば物理もしくは科学のどちらかやった方がいいと思います。生物は逆にねまだ後半で追い込んでクリアしやすいと思いますから。以上ね1日15時間勉強を楽にこなせる勉強法9選お届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ、ね、実践して困ったらこの動画のコメントに相談してほしいなと思います。で、最後にねこの9つの勉強法を取り入れた1日の理想的なスケジュールというのをご紹介したいと思います。はい、まず朝4時間やる、これはもう集中力がこの4時間の中でね続かないなと思ったら5分休憩とか15分休憩やってもいいです。とにかくね朝4時間やって、昼休憩1時間取りますが、これは昼食をとって仮眠横でね25分ぐらい取るとすごくねスムーズにここにつながるのでぜひやってほしい。で、昼も13時から11時4時間やると。で、これも途中疲れたら5分休憩とか15分休憩やっていただいて構いません。夕方もね30分休憩とって、ここはねやっぱりしっかりね目を閉じる、こういった休憩やってほしい。
で、そうすると夕方ね、また1時間半ぐらい集中できてきますから、ここでしっかりやった後に夕飯を食べましょう。夕飯の時も、まあ、寝すぎかもしれませんが、これ疲れてるんだったらやっぱ少し、ね、目を閉じてゆっくりするとか、目を閉じながらシャワー浴びたりしてリフレッシュするっていうのも悪くないと思います。お風呂はね、この時間に入るとちょっと眠くなりやすいので、まだこうシャワーぐらいがいいかなと思います。で、8時から4時間ぶっ通してやっていく。で、調整って書いてありますが、これ1時間は要はこの朝の4時間とか昼の4時間とか夜の4時間とか、この12時間のところでちょっとこう休みすぎた部分はここでね、プラスオンしてやっていくとか、あるいは少しね、自分の息抜きとかこの時間帯やってもいいのかなと思います。寝る前1時間にもう1回ね、暗記系の勉強等をやって、そして寝ていくと、これ全部足すと合計14時間30分になるわけです。はい、ただね、4時間ぶっ通してやるとか、なかなかね、難しいと思うので、もしそこで休憩を取ったとしても最低でも12時間以上はね、確保できる勉強法になってますが、理想としてはこの14時間半しっかりやりきるっていうのを目標にしてやっていただくといいかなと思います。この動画がね、良かったよという人は高評価していただきたいと思います。ご質問ご意見あれば気軽にコメントください。ご視聴いただきありがとうございました。この YouTube 校の動画の概要欄を見ていただきますと、そこにね、LINE のご登録を促すリンクがあります。で、そちらにね、登録いただきますと、偏差値が30から60になる勉強法、そして偏差値60から過去問の点数を取っていくための勉強法、そしてご希望であればね、TOEIC 700を3ヶ月で獲得する勉強法、これは森田哲也先生の監修も入っているノウハウ集です。ぜひね、ご興味がある方はご登録の方よろしくお願いいたします。